ラプラスを救いたい。どうも、みつみついと申します。今回はですね、私の一番好きなポケモンであるラプラスを使っていきたいと思います。何を隠そうね、私新環境になって一度もラプラス使っておりません。それは現環境、前の環境以上にラプラス苦しくて、パッチラゴン、ウーラオス、ナットレと苦手なポケモンの使用率が軒並み高くて、正直今使いづらい環境だと思います。それでもね、なんとか使いたいと思って、今回私が考案したのがこちらの破壊光線ラプラスでございます。破壊光線威力150、ダイマックスしても変わらず威力150、そして相手の素早さ1段階ダウンでございます。それによりね、今回の控えめ CS ぶっぱのラプラスは最速100族まで、抜けるようになります。やはりね、ラプラスって素早さがねちょっと足りないと思うんですよ。巨大旋律って高校で打つと壁ターンが一ターン損なんですよ。それが大アタックを打って素早さ関係逆転からの巨大旋律だと壁ターンの無駄がないんです。そんな感じでね、破壊光線で今回はラプラスを救っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけで対戦やっていきたいと思います。シュンさん、対戦よろしくお願いいたします。というわけでね、今宵もね、血で血を洗う対戦をやっていきたいと思いますけどもね、破壊光線ラプラスを活躍させていきたいですが、ニック機ね、パッチラゴンがおりますけども、パッチラゴン以外だったらいけない可能性もないわけではないかもしれない。ちょっとよくわからないけど、そうですね、なんか最近催眠術使うゲンガーがなんか増えてるっていうのは誠ですかね。だとすると結構しんどいんですけど、それかわしゃいっか、最悪、最悪かわそう。そうですね、できればウソッキーから展開していきたい今日この頃なんですけどね。ウソッキーラプラス何かが良きかな。パッチラゴに勝てるポケモンは最低限欲しいですよね。ドガスかホルード、どっちか。どっちかというとホルードの方がパッチラゴン一点突破だったら硬いんですけど、ドガスの方がなんかいろいろできる面白みもあったかなっていう、気もしなくもない。というわけでね、真っ白のシュンさん、対戦よろしくお願いいたします。というわけでね、ラプラスをね復権させる、もうパッチラゴンウーラオスで完全に潰された僕のラーキングドラか、ラプラスをね蘇らせるぞいっていう。キングドラもね結構いろいろいますからね、これあくびとか持ってるやついるからな。全くほんと有識事態ですよね。あ、ドロポンだ。結構普通の人で、良かったことはないけどね、別に。とりあえず頑丈なので耐えていきます。そして弾か。じゃ、本当にバキバキのアタッカーって感じだね。ここはね、チーラの実で攻撃上げて、ここはステルスロックでひょいと。このステルスロックがね、今回のラプラスにおいて結構ミソなんですよね。やっぱラプラスどこまで行っても火力がないですから、そこをなんとかしていかないといけない。ここは不意打ちでいいでしょう。いけ、ほらー、結構通りましたね。竜の波動、外さないようにってことでしょうな。この不意打ちと命の玉の反動で、なかなかいい感じの削りにはなったんじゃないでしょうか。ここちょっとあれしましょう、ホルードの石化で取りましょう。ホルードの電光石火で取れなかったらちょっとあれなんですけど、ちょっと頼むよホルードさん。うわ、取れねえ。あ、かわせ。あー、くそかー、この電光石火で取れなかったのちょっと痛いな。かー、なるほど、ここはちょっと痛かった。ギザーモン、ステルスロックでかなり崩壊してはしまいますが、そうですね、これ普通にジェットの餌にされますね。あら、ジェッティングしないの。竜の波動、竜の波動好きね。竜の波動がとても好きな人。ここはもうラプラス巨大旋律展開でいいんじゃないでしょうか。これはな、いや、ラプラス VS リザードン、どちらも僕の大好きなポケモンですけども、ここはね、情け容赦無用の巨大旋律でいきたいと思います。ここで大魔っていうのはなかなかないんで、ここは
そんな大したことないダメージに抑えられるかな。でもまあ猛火の大文字って結構痛いは痛いかもしんないね。僕のラプラス今回全く耐久に振ってないので CS ブッパーなので、やっぱコンセプト上ね、暴風はやめて、てか相手し命中は確実に全部当ててくる。マジであれヤーティーの人ヤーティーの人のやり方じゃん。ドロポンだの暴風だのパッチラゴン来てしまったか。まあ、パッチラゴン来てはしまったんですが、一応壁も張ってあるので、そしてここで魂の大アタックが出ますよ。あらあら、ここでそういうことしちゃう。大魔ではなく、まあ大魔よりも電撃くちばしの方が出るからね。はい、ここで大アタックを無視させていく。これでね、相手種の方が多分素早さ落ちたと思うんで、ここは巨大旋律を刺していきます。まあここでデカなりますか。まあそうだね、上取れなくなったんだったら大サンダーの方がいいですからね。ただこれでね、落とせるんじゃないかな。てかなんだったらその落とせなかったとしても、まあ言うて一発ぐらいは耐えると思うね、壁込みで。てかまあ落とせるよな、この火力なら、火力この体力なら。いけー、魂のラプラス、パッチラゴンを合わせー、よーし。これがさっき無駄なとこでしか急所当ててねえな。はい、というわけでね、パッチラゴンに多少の運命力込みですけども、まあ、暴風ハイドロポンプね全部当たったんで、まあ許してちょんまげってことで OK。 いやいいっすね、ラプラスでパッチラゴに勝つというのは。大アタックもねしっかり生きたんじゃないでしょうか。はい、というわけでね、ロキロキのロックンロールさん対戦よろしくお願いいたします。というわけでね、まあ、ニックギパッチラゴンおりますな。まあ、ただね、まあ、オーロンゲがいるんですよね。オーロンゲ対策にマタドガスなんだけど、そのマタドガスをなんかねガモスとか起点にしてくるかなって。でもまあ一応置き土産あるから、まあ、なんとかなるんでドガスからでいっかな。オーロンゲ展開されるのがまあしんどいんで、ドガスラプラスなんですかね。ドガスラプラスジュナとかかな、ドサイドンとかアシレーヌ考えると。ガモスハッサムにでもちょっと弱いか。それはホルードがどの程度いけるかなっていうね。ドサイドンアシレーヌはもうラプラスにやってもらうっていう、そういった思考回路はショート寸前、三つ三井です、よろしくお願いします。というわけでね、今週の焦点もね張り切ってやっていきたいと思いますけども、いやー、可愛らしい女の子がね、ドサイドンとかパッチラゴンとか使う世の中、恐ろしい。可愛い靴履いてますね。オーロンゲオッケー、読み通り。オッケー。恐れおののけ、このマタドガスのこのオーロンゲ封じ込め力、これでね油断ぶっこいて居座ってくれると超助かるんだけど、押し去った。このマタドガスは基本的にオーロンゲを確一できるんじゃな。これ無打球ですね。 HD ブッパとかだったら分かんないけど、基本的には僕のマタドガス、控えめ C ブッパの命の玉持ちなんで、オーロンゲ確一にできるんですよ。ガモスさん、まあ、ガモスさんで強引に起点にしたって感じですかね。一回ヘドバックしてからの置き土産でいっかな。超舞さん初手置き土産でもよかったかな。どうだろうな、あんまり回れまくんのよくないしな。別に結構効いたな。ここ土産で、あら、まあ、別に倒されても倒されたらそれでいいんだけどね。別にそれはそんなに構わなくて、なんでかというとここにホルードがいるからですね。ホルスさんがいるので、これはねしっかりと岩石封じを当ててくれれば 95% だよ。 95% でかなるか。でかくなったら岩風石化じゃ届かないあたりまで一応行くんかな。これ
どうなんだろう、ちょっと私分かりませんね。あ、ここであれか、大サイコ打ったら大草原はまだマシまであるかな。大草原はな、向こうのパワーが回復されちゃうのがしんどいけど、大草原は、いや大草原持ってもきついな。頼むよホルド、いけー。あった、でも電光石火でいけるかな、これやったら電光石火でいけるような、いくらなんでも。いやちょっとどうだ、おーし、オッケー、ホルドナイス。まあ焼けたのはいいや、焼けたならいっそここで落ちてほしいけど、変に起点になるぐらいだったら変に起点になるぐらいだったらここで落ちてほしいんだけど、回復しちゃうから無理かパッチラゴン、パッチラゴンかあら、激鱗、これはありがたい。そして岩石封じを決めていくんじゃな。グラスフィールドかあったらここジタバタのが効くか。ほら、ホルードのジタバタじゃーい。オッケーオッケー、これ十分にラプラスの圏内に入ったでしょ。よしよしよし、決めてやるぜラプラスが。最高の場面が来たんじゃないか。オッケー、まあ、ホルードより早かったんでこだわってることは明白なんで、もうここね、魂の威力150の大アタックで決めてやりますわ。まあ、別に巨大戦術でもよかったんだけど、まあ、一応な、素早さを落としとくことによって、まあ、攻撃チャンスをね増やしていくっていう。フリーズドライで多分何があっても落ちるとは思いますけど、まあ、別に煽りプレイとかじゃなくてね、念には念を押す、それはね、もう勝ち切るってことは大事だから、こう一戦一戦において。はい、激鱗結構入るよな、これやっぱ電撃くちばしだったら絶対入れなかったな。ほらー、まあでもホルードの対面だからこだわってたらもうある種こっちの勝ちは決定してたっちゃしてたのかな。はい、というわけでね、破壊光線ラプラスでね、ラプラスをね復権させるという回でしたけども、いや思った以上に破壊光線生きてたなと思いますね。 CS ブッパのねラプラスに破壊光線入れるってのは我ながらなかなかいいアイデアだと思うんで、ぜひねラプラス好きの皆様一度お試しあれという感じでございますね。というわけでね、ラプラス大好きみつみついでございました。ここまでご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。お疲れ様でした。